要研役の宮野守です。よし、これにするぞ。でで、自分と K の似ているところは全く思いつかない。正反対だと思う。だってあんなに俺はアホじゃないと思うし、記憶もね、確かだしな。でもなぜかとても演じていてやりやすいです。彼が楽しいことが好きみたいなところは正直言うと僕もシンクロしているし、山田のツッコミでうわーこれ言われちゃったかっていうのが一個あって、笑うまでやめないやつだ。俺も人が笑うまでやめないんですよ。人が笑うまでやめないし、人が一回笑ってくれたことは繰り返し何回もやるっていう、とてつもない迷惑な癖を持っておりますね。だからそういうとこもしかしたらちょっとだけ似ているのかもしれません。僕あの要圭君は、まあ、ちょっと今アホになっちゃってますけど、そもそもの素質的にすごく視野が広くて周りをよく見ていて人を思いな子なんだなっていうふうに思うんですよね。だそんな要圭が東堂葵と初めて会った時に一緒にやるって何気なく声をかけたあの一言、それも、まあ、何気ない一言ではあるかもしれないけど、かけるべき言葉だったりとかっていうのが直感的にできる人なので、思いやりを持ってるところだったりは僕はとても好きなところだし、そういうセリフはグッときます。いやでもやっぱカジ君でしょう。カジ君の不憫な感じ僕がいつもしているカジ君への仕打ちにとてもよく似ているというか、まあ、プライベートの我々宮野とカジは僕の小ボケに対して常にカジ君はこうアンテナを張り巡らせて、宮野さんが何か言うんじゃないかっていうビクビクしながらも全部突っ込んでくれるっていう、けなげな不憫な子なんでちょっぴったりだなって思いますね、うん。テレビアニメ忘却バッテリープライムビデオで見放題最速配信中。せーの、パイガー。